上に送ったリングピロー。込められた、四つの言葉。ご長男のゆうたろうさんと相手のツーショット写真を見たとき、私まで、嬉しくなってしまいました。あの、リングピローを、ついにお子さんに渡すことができたんだなーって。そう語るのは、三浦桃江さん、61、の知人女性だ。6月、12日に三浦友和、68、と、桃江さんの長男で歌手の三浦ゆうたろう、36、が、入籍を発表した。お相手は声優の牧野由依、34。かねてからアニメオタクを公言しているゆうたろうが、パーソナリティを務めているラジオ番組に、牧野がゲスト出演したことで出会いました。アニメの話などで盛り上がり、交際に発展したそうです。結婚に際し、友和はこんなコメントを発表している。今年、3月の初めに長男ゆうたろうからゆいさんを紹介され、結婚の意思を伝えられました。二人が並んで私と妻の目の前にいることに、何の違和感もなく、心から祝福できる二人の姿が、そこにありました。もちろん桃江さんもこの日を待ち望んでいたことだろう。友和の実子、篠塚ひろ子さん、69、は、かつて本誌のインタビューで、息子たちの結婚を待ちわびる桃江さんの心情について、次のように語っていた。ゆうたろうの結婚に安堵したのは、私も桃江も、やっぱり女の子が欲しかったんですよね。息子たちが結婚したら、念願のお嫁さんを連れてきてくれるでしょう。母親同士は心の中では、早く結婚してよって思っているんですけどね。今のところ、うちも桃江のところも全然、なし、笑い。二人で、どうなるんでしょう、私たちって。顔を合わせるたびに嘆いているんです。ひろこさんは心の中では、と表現していたが、実は三浦ゆうたろう、たかひろ、34、兄弟が桃江さんから受けていた結婚プレッシャーは、かなり強いものだったようだ。親しい仕事仲間から兄の結婚を祝福されたたかひろは、こう答えていたという。実家に帰って家族で会話をしていると、いつも、兄とどちらが先に結婚するのか、というような話題になってしまうので、とりあえず兄が、結婚してくれて、ほっとしているところだよ。桃江さんが、早く息子たちが、結婚を、という思いを強め始めたのは、6年前、ゆうたろうが、30歳の誕生日を迎えた頃だったようだ。前室の桃江さんの知人女性が続ける。桃江さんには、それこそ無数に芸能界復帰のお誘いがあったと思うのですが、彼女は頑として応じず、三浦家の主婦という立場を守り続けました。桃江さんのポリシーもあったのかもしれないのですが、やっぱり家庭生活が幸せだったからだと思うんです。キルト作品に込めた家庭円満の秘訣。引退後にキルト制作を始めた桃江さん。その作品の中には、友和のための、幼い息子たちのためのベストや通園バッグなど、家族愛を紡いだものも多い。桃江さんが純白のリングピロー、結婚指輪を置いておくクッションを制作したのは、6年前の2014年のことです。いつか訪れる、息子さんや奥さんになる女性に贈る日のことを思い浮かべながら、針を運んだのでしょう。三浦家のイニシャルである M の文字が、大きくデザインされています。ゆうたろうさんとゆいさんが、二人で、そのリングピローを仲良く持っている写真を見たとき、私も目頭が、熱くなりました。このリングピローは、桃江さんのキルト作品集、時の花束、ブーケデュタンにも掲載されており、桃江さんは、こんな文章を綴っている。メインデザインは、嫁ぎ先のイニシャルをトラプントで際立たせ、縁飾りは、健康、長寿、清潔、素直の意味を持つ、真珠の図案をスカラップに、いつまでも末永く仲良く幸せに、の気持ちを込めて、健康、長寿、清潔、素直、リングピローに込められた四つの言葉こそ、桃江さんが家庭生活で大切なものと信じ、長男の妻となる、
牧野にも託したかったものなのに違いない。今年、11月に、結婚40周年を迎える友和、桃江さん夫妻は、一度も夫婦喧嘩をしたことがないという。それについて友和に聞いたことがあったが、彼は笑ってこう答えるだけだった。喧嘩をしない秘訣はね、喧嘩をしないことなんですよ。また、別の機会には、それはもう、相性としか言いようがないんですよね。と、言う時もあった。だが、きっと桃江さんにとっては、健康、長寿、清潔、素直、こそが、40年間夫婦喧嘩が、ゼロの答えだったのだろう。